経済危機対応、地域活性化予備費等の使用が閣議決定をされました。今般予備費使用を決定した施策は、現下の経済情勢を踏まえた経済対策の一環として、切れ目のない政策対応を行うために、今後需要や雇用の伸びが見込まれる分野における先導的な事業を後押しするものや、早期に需要・雇用の創出が見込まれるものに施策を厳選して重点的な措置をしたものであります。日本再生戦略の実現前倒しにつきましては、潜在的に高いニーズが見込まれる省エネ・再エネ分野における設備の導入支援、農産物の高付加価値化により地域経済活性化や雇用創出を図る6次産業化の推進、最先端の研究成果を早期に実用化に結びつけるための iPS 細胞を活用した再生医療の研究加速といった施策がこれからの分野の最大の呼び水となることが見込まれると考えております。公関係予算について参議院の決算委員会等でさまざまな批判を受けている事業や、新規に予算要求されている事業などについて、国会行政刷新会議等におけるご議論を踏まえつつ、被災地の復旧復興が最優先との考え方の下で、厳しく取り扱うことが必要である旨、私の方から発言いたしましたのでご報告を申し上げます。国民生活や経済面からおいても、最大のこのテーマ、我々が抱えているテーマは特例公債法案の件だと思っております。本格的に予算が執行できる体制を取るためにもですね、そのいわゆる特例公債法案、この早期成立に全力を挙げてまいりたいというふうに思っております。